お菓子を作ります。今日のお菓子はをみんなに選んでもらいます。これかこれかこれです。はい、どれがいいですか？ハンバーガー。じゃあハンバーガーが多いのでハンバーガーにしますね。これはちょっと電子レンジを使うので頼みますわね。お昼のレンジ爆発させたら SKE の伝説になる。え、でもサッカーじゃ絶対ないのね、レンジ爆発。お姉ちゃんはワンちゃん。すいません。はい、まずは切ります。わあ、久しぶり。チーク菓子、中学生の時はチーク菓子と一緒にね育ってきたからね。はい、いきます。何をしたらいいかな。ポテトを作ろう。ポテトがない。ポテトだ。ポテトをなんか入れます。さっき映ってない。どうしたらいいの？あの角度じゃつけて、角度どうやって、こうやって、こう、あ、合わせ、あ、どう、さく見え、あ、いいじゃんいいじゃん、見えるか、ちょ微妙、あ、あ、いいんじゃないいいんじゃない、いやでもまあいいかいいか。いけるか、見えますかって聞いてみて、見えますか、みんな見えますか。今バイト終わってハサミ持つだけで怖いって言われるんだけどどういうことできるよ。あ、いいんじゃない。ポテトを作ります。ポテトは粉です。見えるって、よかったよかったです。こぼしそう。 YouTube っぽくお願いしますだって。じゃあ YouTube っぽくお願いします。ポテトです。え、光るんだけど、これどうやってやってんの、あれみんな。え、全然光るじゃん。ポテトです。ポテトから作ります。まずは粉を入れます。そして、はい、これ山村姉妹のコンビプレイです。そうだよ。あ、説明書読まないで作ってみる。いいよ。じゃあこれ取り上げとくわ。みんな取り上げました。私が持ってます今。え、待って、固まらないじゃん絶対これ。2杯とかわかんないじゃん。じゃあわかんないよ。もう勘だよねそれは。やっぱほら2杯じゃ足りんもん。うそ、2杯、2杯じゃ足りん。3杯はいるね。先ラブになったよっていう言われた。なんだなんだ誰。え、固まらないだけど。なんかモサモサなんだけど。え、なんか粉っぽい。みんなに見えるかな。どうだろう。ちょっとモサモサモサ。めっちゃ粉。え、待って、水2杯とか書いてあるけど3杯入れたけどさ、粉々。間違ってる。え、2杯って書いちゃったよね。いやそれは言えないわ。え、見間違えた？まさか12杯とか入れなきゃいけない系？ワンちゃん、え、固まんないよ。まあいいや、これはオッケー。え、でどうすんのこれ。待って、本当にわかんないんだけど、レンチンとかするんかなこれ。レンチン、レンチンはする？ちょっと待ってくださいね。え、次何すればいいの？塩振れば大丈夫。こんなボコボコでいいの？いい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 。じゃあこれでいくよ。気にしないで。分かった分かった。え、さ、完成しなくなっちゃうから急ごう。よいしょ。タコ10個ありがたこー。ありがとう。対象年齢？え、説明書見た方がいいよ。これ、うん。見せてあげて。見せてあげて。これ、いや、膝抜けがね。
これ何分チンするの？600ワット30秒。はい、お願いします。さきちゃんは電池が使えないの？そうです。自分の感性を信じよう。はい、まあ、じゃあ次、じゃあサポーターするわ。じゃあ次ハンバーガー。あ、そう、うん、違う、ハンバーグを作ります。ハンバーグ、あ、ハンバーガーって言ったよ今。ハンバーグを作る。見ないとさっき粉しか食べれんの。うん、でもまあできる、できる、きっといける、見なくても。何に入れて、あ、わかった。だってさっきこれずっと作ってたもん、ちっちゃい時。あ、じゃあそのこと思い出しながら。うん、覚えてるよ。うん、まあだいたい水は3倍ぐらいでしょ。どう？見て。いえ、2です。絶対2じゃない。2です。2じゃ固まらん。2です。嘘だ。2です。2杯って書いてあるもん。3杯入れる。2杯。あ、来た、ポテト来た、ポテト来た。ポテト来た。ポテト来た。熱っ。ポテト、できた。え、オッケー。かわいそうに。え、待って、水入れすぎた、絶対。2杯って言ったのに。なんで粉々。あ、できたできたできた。はい、ハンバーグ。あ、いいよいいよ。そしたら入れますね。これに入れるんですね。そうです、そうです。入れます入れます。覚えてるんだよ。真ん中ですよ、真ん中。当たり前じゃん。ボコボコのところにハンバーグでしょ。そう、入れてどうするんですか。したらパンを作ります。うん、そう、パンを作る。はい、次パンを作ります。キャスパーユンカー選手、激アツですね。すごい、すごかったもん、ユンカー選手。かわいい、ありがとう。パレオ、ありがとう。パンは3杯でしょ、絶対。パンは3杯？パンはパンね、2杯全部2杯。嘘。あ、嘘。そうでしょ。うん、2杯。パンは2杯。全部2杯が嘘ついたけど、パンは2杯。まあ3杯入れますよね、やっぱ。3杯ぐらいがちょうどいいんだよ、多分。え、水っぽいんだけど本当に。でもそういうやつらしいから、みんな心配しないで。いい匂い。 OK。 そしたら入れるんだよね。うん、あ、そうそうそう。え、あれだよ、2個に分けたかよ。え、なんか量が多い。わわ、絶対ハンバーガーに入ったじゃん、うん、量が多いんだけど。均等に均等に。オッケー、はい、レンチン。次は？次は。ちょっと待って。あ、わかったわかった。あ、ラップ欲しい。なんで？だってポテト切りたい。あ、そういうことね。ラップと。これレンチン、はい、レンチンね、これ、はい、ね、もう最悪これ。見せないで。これやだ。これ見せて、みんなにどういう状況か見て。え、怖い。けどめっちゃさ、水っぽくなっちゃったからこぼれそう。ハンバーグの上にパンの生地が。こんな感じ。助けてあげてって言われてる。これはもうあれですね、救助不可能ですね、これは。なんでラッパー前っていうの。なんでポテト切るんだよ。ほら、ポテトはもうできてるから。え、もう完成するよ、多分。これ終わったら。これはもういらなくて、ラップ、ラップ、ラップ敷いて。ママがやだね。ママが敷くの？手を取っていいの、ママ？うん、顔取ったらどうするの、大変なるよ。はい、持って、さっ、持って、持ってて、持ってて、ってシュッ、キュッと持っててよ。ママ、ママもお姉ちゃんも両方。できた、さきちゃん。はい、それではポテトを切ります。切りますね。
もっとさ、形をさ、ポテトで、ポテトでしょこれ。え、こんなボコボコになるもん？わかんない。まあいいよね。公式の YouTube 見たら美味しそうなお菓子だったってここも美味しそうだからわざわざそんな見なくたって、これで美味しいんだからいいんだよ。はい、できた、ポテトできた、完成。え、すごい美味しそう。うん、美味しそうではないけどパンになった。え、なんで美味しそうじゃないとか言うの。見て見て見て、すごくないこれ。え、みんなに見せて。熱ー。レンジしたものがこちら。こちらです、レンジがしました。で、これはまあちょっと一回熱いから置いて、次、はい、次、次は、うん、チーズを作ろうです。で、何の箱で作る。ギザギザトレーって書いてある。なんでわかるの。ギザ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 トレー。そう、ギザギザトレーに三角カップぬーの水とチーズの素を入れてよく混ぜる。2杯だな、これは2杯じゃない。1杯です。あ、1杯なの1杯の時は2杯でいいんだよ。1杯です。2杯だよ。1杯です。だって2杯が3杯だもん。さっき2杯4杯だったよ。いっぱいです。いや、さっくは2杯がいい。まさく雑って言ってるよみんな。いや、雑じゃないよ、ね、丁寧だよ。待って、みんなさ、完成したところ見たらさ、見たらもうね、何にも言えなくなるから、まあ、2杯ぐらい入れときゃいい出てこえへへ、はいはい。すごくない？どういうこと？上手くない？さくほら、で切るんでしょこれ。半分に切ります。はい、ハンバーガー。結構いい感じ。いいよね。こんな真剣に作ったの初めてなんだけど。うわ、はい、ハンバーガー。で、ハンバーグは4等分でしょ、覚えてるよ、さく。ハンバーグ4等分？ 4 等分だよ、絶対。3等分だね。嘘。3等分って書いてあります。4だよ。3って書いてあります4だよ。3だから4個分になるってことでしょ。1、2、3だよ、ほら見て。1、2、3。え、嘘。一番下ね、これ4個になってるじゃん。なんで3切りして4等分になるんだよ。なんでなんでなんで、これ見て見て見て、これ1、2、3、ええ、待って、もう一回見せようねえ、皆さん聞いてください。信じてくれませんでした、私が3って言ったのに。え、なんでもうやだ、もう、はい、3にした。はい、次はどうすればいいのこれね。そこからもあの個性で、あ、く、積み重ねればいいんでしょ、うん、そう、個性で、まあ、だいたいチーズが下にいて、チーズが下で、ハンバーガー、ハンバーグが次で、ケチャップ次じゃない。ケチャップでもベタベタなんだよね。はい、ハンバーグの上にケチャップでしょ。え、完成したんだよ、ほら見て。はい、じゃーん。え、すごくない。これメニュー名は何ですか。サクバーガー。ああサクサクバーガーです。サクサクバーガーね。はい、で、チーズ、ケチャップ、え、ハンバーガーなんでこれ。じゃあもう一個いらないってこと。うん、なんかね、この写真ではね、一個のやつには二個ハンバーガー塗ってる、なんか挟んでるみたいな。あ、ビッグマックみたいな。あ、そう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 、ビッグマックにし、ビッグマックって呼んで、自分でメニュー考えて、ちゃんとバクんないで。ビッグサック M さんを、ビッグサックはい、うちがビッグな方で、チアスの方です。え、できた。どう。
マジですごい。じゃあ、 メニュー紹介お願いします。はい、今日のメニューはコーラ、ケチャップ、ギザギザポテト、ビッグサック、ビッグサクバーガー。スクショタイムお願いします。はい、スクショしてください。いただきます。うん、うん、薄い水が多いから薄すぎたはい、こちらもいただきます。うん、うん、うん。どんな味ですか？だって食レポみんな期待してくれてるよ。じゃあポテトからまず。ポテトの味はしないんだけど、何の味だろう。難しいな。ギザギザしてて、すごく華やかなパワフルな味ですね。